バフもデバフも多すぎんだろーということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。本日はね、決戦推しの古戦場 150L やってまいりました。なんですけれども、ま、結構きついね。デバフもさ、バフもきついしさ、後半リフレクト飛んでくるしさ、かなり、いやらしい、エッティなボスになってたような印象なんですが、まあちょっと今回はクリア重視めかな?速度じゃないね。クリア重視めで、ちょっといろいろ触ってたんで、まあ紹介しますわ。うん。まあまず武器編成から見せるんだけど、こんぐらいで、まあちょっとできねえかなって思って触ってたっていうところだね。やっぱね、キングプラス最終ハーゼ、この並びは安定クリアだったらめちゃくちゃ便利っていう感じかな。うん。まあ、ダメージも出せるし、まあ、安定クリアも狙えるしっていうところで、この二軸、キングのマントゥードゥルアですね。この形はね、すごいいいなっていうようなところっす。あと一応、キング、結構キャラクターが落ちちゃうんで、うっかりで。まあ、ミゼラブルミストとか入れるといいかなとか思ったりしたけど、まあ、今回は多分誰も落ちないと思う。で、表のキャラ結構自由で、まあ、速度出すんだったら、ここを、まあ、ゼタとかさ、例えば、ゼタとか、まあ、ポセイドンとか、まあ、王道のキャラクター、速度出せるキャラクターを入れるんだけど、今回はちょっと安定クリアでなんかいいのねえかなって思ってたんだけど、B からカシウス、フィルレイン、バチ込んでいきたいと思います。はい。フィルレイン使えるの嬉しいね。もう出た時からファンでした。たまに言うやつ。うん。フィルレインね、キャラ調整されてかなり使いやすくなって、まあ一応もともとね、最近評価こっそり高かったりしてたキャラなんだけど、まあ今回はね、それを使っていく。あとカシウス優秀だね。敵のバフが多すぎるんで、ディスペルキャラ、あとね、水ってディスペルキャラあんまいないんですよ。風属性とかと比較すると、どうしてもディスペル枚数に水属性は差がついちゃうんだけど、まあカシウスはね、ディスペルバンバンぶちかましてくれるし、ディスペル成功したらニアビが自動発動ってんで、アビダメがね、すごい高いキャラクターなんで、うん。カシウス優秀だな。で、まあ、ビカラ。ビカラはね、まあ、前回、出た時、ちょっと前に出た時に、まあ、使いたいねって言いながらガチャ回して撮ったんだけど、まあ、ちょっと使ってみようかなっていうところっす。はい。まあ、これ一応死なんね。一応死なないかなっていうところ。召喚石こんな感じで、まあ、今回バブ採用してるんだけど、バブじゃなくてもいいね。まあ、バハムートで、ハールート、マールート、クイック召喚とかできた方が一応、1ターン目に、キングが雲隠れしちゃう、お隠れになられちゃうんで、そこら辺考えるとね、もう初手から召喚できる石がやっぱ優秀なんですよね。まあ、ガブリエルとか、まあ何でもいいと思うけど、まあ今回、バブを初手召喚するために採用したって感じかな。それじゃあ、ちょっとじゃあ実際にどうなるのか、早速行ってみましょうか。レッツゴー。で、フレイシルシだね。もうルシー始めたわ。というか、最大体力ちょっと欲しいな。カウンターが痛すぎて、2万とか食らうんですよ。2万とか3万ぐらいかな。2万5000か3万ぐらい食らうんで、そこら辺考えるとね、最大 HP はある程度確保しておかないと、ちょっと具合が悪いっすわ。うん。マントゥ・ドゥ・ルア。で、これで、もう奥義オンですね。あ、週末は、なんか、渾身とか、俺今回、英傑だけど、まあ、加護乗らないんで、渾身の方がいいのかなっていうようなところだな。うん。ハーゼリーラ採用してるから、虚偽と砂術、いらないんですよね。なので、まあ、奥義をバンバン使っていくっていうような感じでやってるんだけど、いや、正直ね、150は、手動でやろうかなって感じ。なんか、ダラダラフルオートでやるよりも、なんか、バッキリ手動で自分でやった方が、なんかいいと思う。うん。フレズベルク持ってる人は特にだけど、フルオートでダラダラやりましょうって考えよりも、うん、手動で1時間がっつりやったら、フルオートの24時間分に相当するみたいな、なんか、ワンチャンそんな感じになりそうなんで、1時間150頑張って、あとはお願いします、みたいな。まあ、そんな動きでもいいのかなって感じはする、うん。こうやってね、めちゃくちゃバフが落ちてくるんですよ。めちゃくちゃバフが落ちてくるんで、まあ、どうにかしたいんですけど、まあ、そこら辺をね、カシウス入れておくとめちゃくちゃ楽になるね。ただやっぱ速度を犠牲にしちゃう。うん。速度を犠牲にしてしまうんで、ちょっとなんか、早くはないなーって感じになっちゃうね。うん。で、俺ね、
フィルレインの好きな部分なんだけど、まあ、ダメ浴び、1浴び3浴びが即時使用可能。昔なかったよね、確かね、これね。うん。1浴び3浴びが即時使用可能っていうのがついたことによって、ルナパラドックス。HP50% 踏み込んでいく。だいたい7、8ターンかな。結構でも、この表の、ここのキャラクター、割と自由度高めなんで、賞味。うん。まあ、自分流にアレンジしちゃってもいいかなって感じ。さっきね、水バザラが試してたんだけど、意外と悪くなかったっす。ちなみに、水バザラがとかでも全然、意外といけるやん、これみたいな。うん、水バザラガとか、水シャレム、ヘレルベンシャレムとか、そのあたり入れたけど、なんか意外とね、良かったっすね。ドープーン。3ターン目でこの状況。悪くないのでは？さあ、これで、ミラージュサインで、スタックエッジ発動。で、まあ、3アビ使ってると、奥義使った際に、カシウスが奥義を使った際に、1アビが自動発動するようになるんで、まあ、ディスペルの枚数がマジでね、とんでもなくなりますね。さあ、ここから、ミラージュサイン、スタックエッジ。これで、6ターン締めになるかな。うん。6ターン締めってところっすかね。まあ、ここら辺で誰かがうっかりしてキャラクター落ちちゃったりした場合に、主人公がやってくるんで、まあでも、多段系のアビリティめちゃくちゃ使うから、やっぱカシウスが落ちちゃうことが多いっすね。カウンターに合わせて、カウンターに合わせてね、ディスペル打っちゃうんで、まあどうしてもちょっとカシウスの HP が減り気味になるかなって感じですけど。おいー。おわいー。これでエンドかな？終わってくれ。頼む。よーし。っていう感じ。まあ、なんか、安定感狙うんだったら、まあタイプ的には3分47秒。まあ正直ここからさ、カゴとかもなんかゴンモリにして考えるってか、考えると、できるって考えたら、なんか意外と未来ありそうだよな。うん。なんかもうちょっと武器とかも最適化したら、もっと伸びるって考えると、意外と悪くないかもな。うん。正直、キング最終ハーゼライン。ここがやっぱすごい優秀なんで、まあ、ここになんか合わせるみたいな動きはやっぱすごい強いかなって思うんだけど、まあ、ちょっととりあえず安定見るならこういう形もおすすめ。ビカラカシウスフィルレイン。この形自体は結構おすすめで、まあ、マナダイバー、主人公マナダイバーとかアレンジしても気合でどうにかなるかもしれないな。うん。まあ、ちょっと試してないけどね。まあ、そうね。今回はバフが多いんで、カシウス刺さるかなーって思った、古戦場でした。いや、元150ヘルでした。皆さんもなんかいい編成あったら教えて。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。